見て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 、すごくない？皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日は先日納車されたばかりのレクサス NX を手洗い洗車していきたいと思います。皆さん洗車はお好きですか？私は動画にはね上げてなかったんですが、もともとの愛車のハリアーは結構こまめに洗車をしていて、黒いボディの車って本当にねすぐに汚れが目立ってきちゃうんですよね。そして今回のこの NX もパッと見綺麗そうに見えるんですが、近くによるとこんな感じでもう結構すでに汚れがついていて、今回はこの NX を超簡単にツルツルピカピカに洗車していきたいと思います。そして今日はですね、私がね洗車はもともと好きではあるんですけど、洗車のね苦だった部分を払拭してくれたというような、そんな洗車におすすめな拭き上げタオルを使っていきたいと思います。というのも最後の拭き上げがねちょっとね苦に感じてることがあったんですよね。やっぱりねボディの大きい車だと拭き上げって時間もかかりますし、結構ね大変な作業なんですよね。もともと私はねこうねちっちゃなねマイクロファイバーのクロスとかを使って、何枚もね使って、絞ったりとかしながら結構ね苦労をして拭き上げをしていました。で今回使うその拭き上げタオルなんですが、こちらです。このデュプレックスドライイングタオルというものなんですが、このようにこうかけてね撫でるだけで水滴が魔法のように消えてくれて、しかもこのタオル1枚で車1台分きれいに拭き上げられるので、早速今から実演を交えてやってみたいと思います。そして今回使うシャンプーなんですが、こちらのザクラスというメーカーのカーシャンプーを使用していきたいと思います。これね色とかパッケージすごい可愛いですよね。なんかイチゴみたいこれね何がいいかっていうと、個人的には香りがすごくいいのでねおすすめです。いくつかね種類があるんですけど、どれもね匂いがすごく良くて洗車のね気分が上がるので、最近はね気に入ってこちらのシャンプーを使っています。結構個人的にはね日常の中で香りにときめく人間なので、こんなねいい香りがするシャンプーがあったんだというふうにね最初使った時結構な衝撃を受けました。バケツ洗車の場合だと後ろにも記載されていますが、300倍希釈で足りるのですごくコスパもいいんじゃないかなと思っています。それではシャワーを使って泡立てていきます。このシャンプーは匂いもいいんですが、皆さんわかりますかね、すごく泡立ちもいいんですよね。ボディを傷つけないためにも泡はかなり重要になってくるので、早速このクリーミーな泡を使って洗車をしていきたいと思います。それではまずはね足回りからということで、ホイール周りから洗っていきたいと思います。ホイール自体はそれほど汚くはないんですが、足回りちょっとね泥跳ねとかがあったりして汚くなってますよね。まずはこのね高圧洗浄機でバーッと汚れを落としていきます。ホイールもねツヤのあるブラックなので余計にね汚れが目立ちやすいんじゃないかなと思うんですが、その分綺麗にした後もかっこよさが何倍もあると思うので、一本一本綺麗にしていきたいと思います。ちなみに今回撮影させていただいているお店ですが、静岡県の御殿場市にあるキラリファクトリーさんという洗車場をお借りして洗車をしています。洗車グッズも豊富に置いてあって、スタッフさんもとても優しく、御殿場インターを降りてすぐでアクセスも非常にいいので、ぜひお近くの方や御殿場に行く機会のある方はご利用してみてはいかがでしょうか。で今回ですね、ホイールを洗っていたらスタッフの方がこういうグッズもあるよということで筆を貸してくれました。私ねちょっと筆でやるのが憧れだったので、ちょっと筆でこしょこしょやって綺麗にしています。ということでホイールとタイヤを綺麗にできたので流していきたいと思います。すごく綺麗になりましたよね。これは気持ちいいです。もうねこういうのをね見ちゃうと楽しくてやめられないですよね。ということで残りのねホイールもどんどん綺麗にしていきたいと思います。
はい、ということでまずはねホイールを4本きれいにしていったんですが、もうね足回りがねピカピカなだけでもすごい気持ちがいいですよね。そして今度はですね足回りがきれいになった分ちょっとねボディの汚れが目立ってしまうのでボディもねきれいにしていきたいと思います。ね、もったいないんですけどね、一回作った泡は入れ物の底面に異物が残っているかもしれないので流させてもらってからしっかり洗ってまた新しい泡を作っていきたいと思います。それでは次にねボディを洗っていくので水をかけていきたいと思います。できるだけ水の力で汚れなどは落としていきたいのでこうまんべんなくかけていきたいと思います。それにしても車って水に濡れるとなんでこんなにかっこよさが増すんですかね。水に濡らしただけでもパッと見ちょっと仕上がった感がありますよね。まあ、全然本当にね仕上がってないんですけど、個人的にはね結構ね雨の日の愛車とかもね見るのが好きだったりして、なんか雨の滴るいい車だなぁなんていう風に思ったりもしています。ということでちょっと話がそれましたが、これからボディをきれいに洗っていきたいと思います。でね、こんな感じでやっぱりね泡立ちのいいシャンプーで洗うと気持ちがいいですね。とね、モコモコの泡でテンションが上がるのは私だけじゃないと思うんですけど、もう本当にね泡立ちのいいシャンプーはすごい楽しいですね。ということで全体が洗えたので流していきたいと思います。このねシャンプーは泡立ちももちろん良かったんですが泡切れもすごくいいので、まあ、本当ねこういうシャンプーを一つ持っておくとすごく洗車がはかどりますよね。はい、ではですね泡をきれいさっぱり流せたので今度は拭き上げをしていきたいと思います。で、拭き上げに使用するタオルなんですが、先ほどねさらっとご紹介したこちらのねデュプレックスのドライタオルというものになります。で、これがね本当にすごいので皆さん見ててくださいね。かなりね大きさもあるのでこのようにバッとかけて、でそのままねスススススーと引いていきます。見てすごくない？一瞬で消えましたよね。わかるかな、ここのさ拭いてるところとここのもう境目がくっきり出てるんですよね。もうねバスタオルなんじゃないのってぐらいのかなりの大判なので、もうこれだけでねがっつり1枚で1台を拭くことができます。バッとボディに乗っけてスル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 ってこう引っ張ってあげるだけなんですよ。見てすごい、ゴシゴシね擦らなくていいのでボディも傷つかなくていいですよね。どうでしょう皆さん、もうねこれね私自身も最近使ってるんですが世界が変わりますよね。正直一番ねこの拭き上げの作業が大変だと思うんですが、これ一枚で大型の SUV だったりミニバンも綺麗に水を吸収してくれるので、これは一枚持っておくとねもうね洗車が楽しくなることは間違いないんじゃないかなと思います。タオル自体もねバスタオル並みに大きいので、こうパッと広げてあげるとこう天井とかのね手が届きにくいところでも拭き上げることができますし、あとねもちろんね普通にねいろんな場所に使っていただいても水をねしっかり吸ってくれるので、こう後残りもねしづらくていいですよね。でね、まあ、フロントのこういう網網のグリルだったりね細かなところも毛足が長いという特性を生かしてこうポンポンってしてあげると思っていた以上に拭くことができたので、拭き上げにねおすすめのタオル、どのタオル購入したらいいんだろうと悩まれている方にもかなりおすすめのタオルになっています。はい、ということでですね拭き上げが完了しました。どうですか、めちゃめちゃピカピカになりました。でね、このお車を一度もね絞ることなくこのタオル1枚で拭き上げることができました。もう今はねかなりね水分を吸ってずっしりと重たくなっています。何より吸水力もねかなりあるので拭き上げ時間もぐっと短く短縮できましたし、途中で絞ったりしなくてもよかったり、あとね結構ねこう毛足が長めになっているので細かなところもね拭きやすくて、本当にねおすすめのタオルです。一つね気になる点としてはやっぱねサイズが大きめになっているので、こうね下のね方を拭くときにね地面につかないようにちょっと気をつけなきゃいけないなっていうのはあるんですけど、もうそれ以外は本当に文句なしに拭きやすいタオルでした。本当にね私自身ねこのタオルに出会ってから洗車後の拭き上げがかなり楽にこう苦じゃなくなったので、拭き上げのタオル今まで普通のマイクロファイバーしか使ってなかったよって方にはねぜひぜひ使ってほしいです。もう本当にね世界が変わりますよ。
そうね、私も今ね愛用してるこのデュプレックスのドライングタオル、気になる方はね概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ということで本日は洗車が楽しくなるグッズの紹介でした。これからもね気になる洗車グッズだったりね、おすすめのカー用品とかあればこうやって動画に残していきたいなと思っていますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。今回の動画参考になったよって思ってくださった方や、洗車頑張ったねと思ってくださった方はぜひグッドボタンやコメント残していってくださると嬉しいです。またチャンネル登録もまだねしてない方はしてくださると動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。